皆さんいかがお過ごしでしょうか。デンマークの首都コペンハーゲン在住の千春とラスです。どうしてほうほうマジックということで、こちら購入してきました。 Well, we bought Christmas presents for your family and ourselves ここから、こっちが自分たちのものでございます。ここからそちらがプレゼントでございます。プレゼント買いに行ったんですけれどもね、やはり自分たちへのものが多くなりました。それをですね、今回はバン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 と紹介していこうと思います。まずはこちらから、無地ね、無地チッチッパジャマ。こちらはマーカスがセールということで購入しました夏用のパジャマでございます。 How much discount? 70% 70% です。はい、どうぞ。ありがとう。そしてこちらは一切セールではございませんでしたが、ただ私が単単に欲しかったコットンファイル生地のスリッパ、やはりシャワーの後はこういうスリッパがいいなと思って購入しました。でマーカスはお安い男ですので、セールでした。こちらも 70% オフの、なんていうの、このわらがそこにあるみたいなやつのスリッパを買いました。その無印がめちゃくちゃいろんなセールをやってて、一つのワゴンではこのよく見るラディッシュミックスチップ、これも賞味期限が12月30日やからまだ切れてないんですけど、今月で切れるっていうだけで 70% オフになってたんで、これも買いました。味も知ってるし、美味しいの知ってるし。そして私の一番無地で好きなスープ、オクラとモロヘイヤのスープ、こちらも 30% オフでしたので、うん、これも2袋購入いたしました、モロヘイヤ。そしてこちらお弁当などにもってこいの俵おむすび型のやつでございます。俵型のおむすびが簡単に作れるよっていうやつ、こんなんもね、今デンマークの無印に売ってまして、これが半額 50% オフでしたので、マーカスの弁当にでもつこたろうが思って買いましたね。ね、無地は2つおるかな。ラーメンと、ラーメン、あとこの長浜ラーメン、食べたことはないんですけど、この長浜ラーメンは 30% オフになっておりましたので買ってみました。これも賞味期限が12月20日までのやつです。そしてプラスですね、こちら、これはデンマークのコペンハーゲンにお土産屋さん、よくいっぱいあるんですけど街中に、そこ行った時に見つけたデンマークの前のミュージアムの動画でも紹介したアントーニさん、デンマークの有名なデザイナーの方の絵のジグソーパズル1000ピースでございます。これとあとこれちょっと面白いなと思って買ってみました、ミニジグソーパズルです。こんなちっちゃい筒にちっちゃいジグソーパズル入ってて150ピースで、コペンハーゲンの街並みのジグソーパズルが作れるってやつで、これもお土産にいいかなと思って買いました。まあまあいいお値段がした気がする。 Do you remember how much is it? 100 corner something like that 112 corner でございます、うん、結構いいお値段。まあでもこれは私の家族へのお土産として買いました。 And イラムボーイホース、イラムって2個あって、そのちっちゃい方のイラムに売っていたもので、ステルトンというブランドがデンマークのブランドで、保温保冷ポットが有名で、うちのホステルでも使ってたりするんですけど、あとデンマーク人の家庭にはまあ1個ぐらいはあると言っても過言ではないものでございます。そのブランドからですね、この持ち運びできる、まあ、コーヒーかな、これはコーヒーが一番合うんじゃなかろうか、 200ml サイズの2号クリックバキュームインソレイティッドカップというものでございます。この上をですね、カチッと押して開けたり閉めたりできるというもので、中はもうシンプルな、これちょっとうるさいんだけど
保冷保温できるやつで、保温に関しては2時間、保冷に関しては4時間と書いてありますが、そんなにあのサーモスみたいに長く保冷保温はできないけれども、私たちの目的としては、まあ、お家から、習慣になっていたけど今はもうほぼやってない湖の周りを歩くというウォーキングするっていう習慣があったんですけど、めちゃくちゃ寒いじゃないですか、今雪も降ってるし、 でそういう時にお家でコーヒーを作ってこれに入れて Go to Lake ね、うん、したらいいんじゃないかということで、マーカスがずっと欲しがってたんです、こういうので、これこんな勝ちやけど 100% ねウォーターブルーフでいて、リップルーフということで漏れへんって言ってはるんで、それを信用して私はグリーンとベージュを購入しました。 So we should go to walk a lot around the lake with nice warm coffee from 4 a.m. やな、です、はい、Next こちら見えるでしょうか、アルパカフセットアルパカフセというお店がございまして、去年のクリスマスにマーカスの個人からいただいたアルパカソックスというのがございまして、めちゃくちゃそれ気に入ってるんですね。もう Your favorite socks ね、アルパカ、はい、でそれがめちゃくちゃ良くてもうずっと使ってるんですけれども、今回違う方に同じようにそれを使ってほしいなということで、今日私たちもそのアルパカ風船に行きまして、いろいろ購入しました。まずこちらは、What did you buy? Socks. Long socks. And socks. Long socks. これ2つ違うタイプの種類なんですけれども、Mine is super fine alpaca, 80%、mm. And yours? Mine is the finest alpaca, 70% ということで、mine is expensive than Marcus one. And that、ね、is true. こんな長い靴下、日本であんまり見ないですよね、この長さは。こちらはですね、ニーソックスと呼ばれてます。そのまんまですね、膝靴下、よく訳すとでございます。やはりデンマークの冬は厳しいでございますので、普通のズボンだけ履いて上から長いダウンジャケット着てもチャリとか特にめちゃくちゃ足が寒いんです。上半身全く寒くなくても足がもう凍え死ぬぐらい寒いのね。だから普通のズボンを履くときにこういう長い靴下を履けば No cold anymore ね、うん、ということで、デンマークの今年の冬はこれで乗り切ろうぜってことで購入しました。 Yours look like めっちゃロングだね。めっちゃロング、コンペア10万円のほら見てめちゃくちゃロングじゃん、 Your socks アンチロング、もうスパイだね、スパイ、うん、You can do your when I explain ね。それとですね、こちらそのお店ではセールやってまして、一部セール品の中から見つけ出しました、このチェック柄、かわいいチェック柄のスカートです。これがですね、このスコットランドから来たものだそうなので、まあ、スコットランドでは多分男の方が履くようなものだと思うんですけれども、100% ウール、メイドインスコットランドと書いております。元値がこれほんまかわかりまへんが、1950コーナーいたしますものが、セールにセールを重ねまして300コーナーで売られておりました。すごい安いということで、ちょっとね、あのタイトなんですけれども、まあ、日本にいるあのおばに頼んでちょっとこちらゴムに変えてもらおうかなと思って購入しました。That's knee high. Not really long だね。 No, it's perfect. うん、good じゃない、うん、サイズも OK、うん、だって、perfect.グッドショッピングね、はい、ほんでそのお店で購入した私たちのはこれだけで、プラスマーカスの家族へのクリスマスプレゼントとして購入したのが、もうちょっとあの中身見えません可愛くこんなクリスマスラッピングしていただきましたんですけれども、
これがですね、私たちが去年違う方からいただいたのと全く一緒のアルパカソックスでございます。それの色違いですねを4つ購入したのと、1人の方にはそのアルパカソックスプラスカシミヤ 100% カシミヤ 100% カシミヤという靴下があって、100% カシミヤってなると普段履きしたらすぐにダメになっちゃうんですって。靴下がもうやわすぎてその耐久性というのはゼロだそうで、カシミヤの 100% の靴下を普段履きすることは絶対ないそうなんですけれども、そのやつを寝る時用の靴下として販売されていて、それがペラッボーに高かったんです。目ん玉飛び出るぐらい、靴下一組にこの値段ってなるぐらいの目ん玉飛び出るぐらい高かったんですけれども、普段お世話になっておりますマーカスのお母様にですね、ぜひ使っていただきたいなということで、その目ん玉飛び出る値段の 100% カシミヤの寝る時用の靴下プラス通常のアルパカソックスを購入しました。お値段こっそり載しときますどうかマーカスの家族見ないでください。はい、それでアルパカ布施は終了です。で、次に行ったのがマーカス・コーゼンズ・ボーイ、うん、ちょっとネフュー、ちょっとネフュー almost 3 years old now、うん、3.5、うん、の男の子がいらっしゃいますので、その子へのクリスマスプレゼントを探しにフェルピアという日本でいうトイザラスですね、おもちゃ屋さんに行きました。これも綺麗ではないけど、まあラッピング頑張ってヤングボーイがしてくれましたので、これはちょっとそのまま可愛いからあげたいと思います。中身は My first camera、 はい、多分日本でも売ってると思います。日本の説明も載ってたんで、子供用のカメラですね。 He is only grandchild ね for their family、 yeah、 No other baby だもんね。 No other baby、 だからもうすげえおもちゃだらけ、もう He got thousands of millions toy よね、は already、 は So we think about he don't need any toy、 うん、 anymore、 then カメラ、うん、 maybe good idea だったね、 yeah、 Who said? You said、 はい、私です。Next, and we went to magazine ね。この前も行きましたけどね、マガジンで。もう一回行きました、マガジン。In Japan, maybe we say La Mea, La Mua。こちらにですね、まあ、いつもお世話になっております。His cousin, but almost your sister ね。うん。の方に、La Mea のハンドクリームを購入しました。これも絵のお値段しますわね。まあ、日頃の感謝を込めてお値段であげようということで、プラス、チョコレート、うん、ラグジュアリーチョコレートが Best chocolate in the world、 ベストチョコレート in the world なの。 Who said that? He won 10 years in a row Best chocolate in the world。 だそうです。に What is the brand name? Fritz Holm。 Fritz Holm というところのチョコレート、世界一のチョコだそうです。これもつけておきます。 Andマガジンチョコレートは Why you bought the magazine chocolate? Always my family used to eat these around Christmas time。 もうちょっとビッグボイスをくれ。 Always our family used to eat these chocolates at a magazine。 It's like truffle chocolates every Christmas we bought and had for Christmas。 So your family say magazine chocolate is good chocolate in Denmark、mm. だそうですので、まあ、マガジンってそのデパートの名前なんですけど、そこのオリジナルというかチョコレートが人気だそうで、マーカスの家族も好きだということで、そのチョコレートのセット、違うタイプの同じチョコレートのセットを購入しました。 And what is this? Bauswehr licorice、 Delicious licorice、 はい、出ました。私の大嫌いなリクリスでございます。まあAll your family love licorice? Of course. でございます。Everybody loves licorice. Everybody loves. お口に合わないわ、デンマークの料理は。そして、イラムのデパートの地下に私の大好きなスーパーマーケットメニューが入ってるんですけれども、そこで見つけました日本の長屋梅酒3個セットですね。50ミリの梅酒、エクストラシソ、ロイヤルハニー、エクストライヤーズが一つずつ入ったセットを見つけましたので、これもまあ妹ちゃんがね梅酒好きなんで、ちっちゃいプレゼントをつけとこうかっていうことで
購入しました。あ、This is for me グミ Wine gum Because gum usually not melting, then we have to Wine gum is different だって英語ではワインガムっていうみたいです。私は知らなかった。でもグミ、Gummies. 日本でいうグミでございます。You know this brand name, what we say? Waluiz? Waluiz? I think so. 結構前にね、あのお土産で買って、私的にはすごい美味しかったので、自分用に Elderflower coated with black currant and Lychee coated with raspberry というのを買いました。これはそんなね、あのデンマーク感ないんで、ちょっとお土産買うには躊躇されるかもしれないけど、マジで美味しいし、可愛いからおすすめです。ね。ね。はい。私たちの購入費は以上でございました。他にも私はその後ノーマルに来ましたしね。How much we spend do you think today? $1 million. です。はい。ほざいとけ。それでは。はい。ということでですね、今回は、マーカスがいない間にマーカスへのクリスマスプレゼントを用意していきたいと思います。言ってもね、もうあと1時間ぐらいでマーカス帰ってきちゃうんで、時間がね、今回はですね、もうマーカスには言ってあるんですけれども、メインのクリスマスプレゼントとしてはデンマークと日本の航空券の往復チケットをそれぞれ、一番のロングフライトである羽田からフランクフルトの便を足元ゆったりスペースという、まあ、グレードちょっとしたグレードアップしたんですね。でそれが一人何本やったかな、一人3万ぐらいやったかな、往復でぐらい結構まあいいお値段したので、まあそれをクリスマスプレゼントにしていて、でもはっきりとは言ってないけど、もうバレてるんですね、それはマーカスに。まあなので、サプライズもクソもないんですけれども、なんかまあそれだけじゃね、やっぱり思んないなということで、この人を楽しませることが大好きな私といたしましては、何かしたいなと考えたところ、今年はこういうものを作ってみました。くじ引きロータリーということで、すごくお手製のくじ引きを作りました。こちらですね、もうあの包装紙を上から箱に貼っておりますので誰にも気づかれないと思うんですが、タンポンの箱です。すいません、一番それがあの形が良かったもんで、あのタンポンの箱をくじ引きにしております。内緒にしておいてください。くじ引き今作ったのはまあこんな感じで、中に入れて引いてもらうという感じです。これももう時間がないもんで、すごくシンプルな感じなんですけれども、取り出すとこんな感じでちっちゃくオープンって書いてて、めくると中に、アルファベットが書いてあるというものを作りました。で今回ですね、 A 章から ABCDEFG 章まで作りました。You can pull a lottery if you win at じゃんけんということで、まあ、ただ引かしてもまた思わないかなということで、私とじゃんけんして勝ったら引けるっていう感じで、1,2,3,4,5,6,7 個景品用意したので、7勝全部したら、じゃあ7勝全部もらえるみたいにしようかな。7回勝負のじゃんけんでマーカスが勝った時だけ引けるっていう感じにしようかなと思います。まあ、どっちにしろもううちが持ってても知らないんで、あの負けたとしてもマーカスが全部あげると思うんですけれども、まあエンタメ要素として7回じゃんけんして買った分だけあげます。で一番いい A 賞が1600コーナ分の〇〇と書いてあるんですけれども、これがあのさっき言ったあの足元広々スペースの航空券のアップグレードでございます。で B 賞チケットトゥドリームランドって書いたんですが、これは今回マーカスが帰った後に、私の家族と私がジブリパークに行くっていうのが決まって、マーカスもめっちゃジブリ大好きなんですね。一緒にもうほとんど全作品見たぐらい好きなんですけれども、めちゃくちゃ悔しがって、あの本気でそれはないわみたいな感じでなんか言われたんで、それやったらまあ連れてったのが今度行った時ということで、ジブリパークのチケットということでチケットトゥドリームランドにしました。で C 賞は、まあ、へったくそなあの自転車のイラスト書いてあるんですけれども、これはですね、去年のクリスマスに私がじゃあノリで自転車のサドルカバーあげようかなとか言ってたんです。
で、それをマーカスは若干本気にしてまして、いまだに、まだサドルのカバー待ってるんだけど言われるんですね。自分で買ったらええのに。買わず、今んとこスーパーのビニール袋で代用して雨をしのいではるんですけれども、そんな言うもんやから、じゃあもう買ったろかいということで、デンマークコペンハーゲン自転車屋さんとか行ったんですけど、めちゃくちゃベーシックな、何の面白みもないものしかなかったんですよ。なんか可愛くないみたいな、日本みたいにいろんな可愛いキャラのやつがあるとかないんですね。まあ、なので日本の家族にお願いして送ってもらったのがこのリラックマのサドルカバーです。完全防水ではないということなんですけど、まあ撥水加工っていう感じですかね。スーパーのビニール袋よりかは扱いやすいかと思いますんで。で、リラックマはマーカスの妹がめっちゃ好きなんですけど、まあマーカスもそれで存在を知って見たらわかると思うんで、あんなヒゲもじゃのハゲのいかつい男がこんなんつけてたら可愛いやろな思って買いました。もしかしたらこれをつけてたら一瞬で盗まれるかもしれません。デンマークでは見物でございます。これが C 賞で、 D 賞がですね、 Your favorite Japanese sweets ということで、マカスは餅が大好きでございますので、コペンハーゲンにある、日本の食材も売っているアジアンスーパーマーケット梅というところですね、また行きまして、餅がたくさん売ってたのでそれを購入しました。これは初めて見たんですけど、みかん餅というもので美味しそうですよね。愛媛県のイメージキャラクターみきゃんちゃんが載っておりますと、まあ、定番っぽいいちご大福と抹茶大福、この3つの餅をワンセットにして、マーカスの好きな日本のスイーツということで D 賞にしました。で、 E 賞がハンドメイドセーターって書いてるんですけれども、これはですね、私がデンマーク在住日本人の方々と交流を持っていて、で、その方たちと月1ぐらいでニッティングクラブというのを始めたんです。で、その時にマーカスが、僕は実は昔から夢があって手作りのセーターをもらうことがもうすごく夢なんだ昔からって言ってたんですね。日本だと手作りのセーターもろたらもう気が重いわってなると思うんですけれども、マーカスちゃんはなんかすごい欲しいんですって、誰かの手作りセーターがっていうので、あ、まあじゃあいずれとか言ってたんです。まあ作る気ないけど。で、それはちょっと今回面白いんちゃうかなと思ってこちら作りました。結構すごない？初めてにしては。まずこのサイズのセーターの作り方とかそんな一切知らんから、 YouTube とかでなんかミニセーター作り方とか調べて、かぎ針みたいなんでやったんですけど、その YouTube のやってはるのをスロー再生でやってもちょっとようわからんかったぐらい複雑やったので、よく見たらすごいいびつな、両腕の袖の大きさ太さも違うし、すごいいびつなんですけど、まあ、パッと見普通にセーターに見えるじゃないですか。まあ上出来やろということで、このセーターを作って、ど真ん中にマーカスの M という刺繍も入れときました。で、これだけ普通に渡してもまたおもんないから、これをハンドメイドセーターって書いたからね、マーカスがこれを見た時に最初マーカスのサイズのちゃんとしたセーターをもらえるという期待をさして、これを出してなんでやねんみたいな感じにしたいので、今まで、まあ、服を買ったりした時についてくるこういう紙を取っておいたんですね。それをいろいろで、こんだけ厚みがあるので、まあ、これにこう置いて包装したら、それなりに普通のセーター入ってるみたいな手触りになるんじゃなかろうかということで、ラッピングしていきたいと思います。そして F 賞がデニッシュソウルドリンクということで、デンマーク人のソウルドリンクといえば皆さんご存知、はい、ビールでございます。これはですね、クリスマスの期間だけ出るクリスマスビアと呼ばれるもので、このパッケージのやつ私は全く見たことがなくて、去年も飲んでないと思うんですけれども、スーパーヒューテックスやったかな、行った時にいろんなクリスマスビールが売ってて、全然味の違いとか分かんないんですけど、ただただこのパッケージロゴが一番可愛かったのでこれにしました。これをこういう靴下に入れて、こんな感じでこれはシンプルに渡そうと思います。
そして最後 G 賞が Taste of Childhood Memories ということで、マーカスと一緒にスーパー行った時にね、あるお菓子を見て、あ、これはもう子供の時からすごい好きでよく食べてた思い出の味って言ってたやつがあったんですね。なのでそれを一人で買い物行った時にまあこっそり購入して G 賞にぶち込んでみました。中身こんな感じで見えないように入れてみて、はい、こちらです。見た目はハンバーガーみたいな感じの、これは何やろ、グミってなるのかな、もう得体の知れないお菓子でございます。これがなんかマーカスの子供の時からの思い出の味だそうなので、これを購入しました。こんなね、ソストレーネグレーネという雑貨屋さんで可愛いクリスマスボックスがあったので、これにくるんで、中身見えないようにして、開けるワクワクも楽しんでいこうということで、ちゃんとこういう紐のラッピングもやっていきます。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。ちょっと長いかな。はい、こんな感じにしときます。もう一個完成。時間がないんでね。あ、そうそう、最初の飛行機のエクストラレッグスペースと、ジブリパークのチケットっていうのは、私の家あの印刷機とかがないんで、プリントアウトして何か出すとかできないんで、それもあの手作りでやっております。何でも手作りでやらせてもらってます。最初はこんな感じ、何の変哲もないシンプルな白い封筒に A と書きまして、その中身はシンプルなレターセットにまずクリスマス柄の紙を貼って、裏面がこんな感じにしました。ちょっとね、デンマークにいろんな種類のペンも持ってきてなくて、こう黒一色でやらせてもらったんですけれども、まあ、端っこには金色のリボンをちょっと貼っておしゃれっぽくして、このピンクの画用紙もわざわざ貼っております。これについてるやつも本当無地の白いレターセットみたいな感じやったんで、ピンクのやつを貼って、 A 賞エクストラレッグルームシート、デンマークと日本、日本からデンマーク往復チケット分ですということで、You can relax and cross your legs on the long flight と書いてあります。最後にね、ここはあのシーリングセットっていうのを私持ってるんで、それで封止めをして渡そうかなと思います。まあ、同じような感じでこちらは B 賞と書いておりまして、クリスマスの紙柄はちょっと変えました。でこっちは緑にして、B 賞ジブリパークワンデイチケット、まあそんなもんないんですけど、実際にはね、わかりやすく書きました。で見てください、このトトロめちゃくちゃミスったトトロ、顔なしとマクロクロスケちゃんは結構うまく書けたかなと思うんですけど、インターネットであの手書き簡単イラストって調べて書いてみました。ちょっと失敗したトトロとちょっと失敗したこだまがおります。 Let's enjoy ジブリワールドって書いてあります。これはもうあと封して終わりやからほぼ完成で、これもおしまい。じゃあまず餅をくるんでいこう。デンマークでは自分でラッピングをするというのが基本でございますので、こういったラッピング包装紙っていうのがいっぱい売られております。だいたい端っこなんてね、あの皆さんガッタガタでございます。そんな気にしてる人はいません。こんな感じやから、あとみかん餅、どう向け、こう向け、
オッケー、すごい適当こんな切ったねラッピングあるだろうかっていう感じですが、これで餅セット完了。まあ、メインじゃないんでええでしょ。これをですね、このかわいい、これもソストレーネグレーネです、買ったサンタさんのカバンに入れてあげます。続いてこのサドルカバー、どうしようかな。これはラッピング、これセーターに使いたいから、うーん、なんか袋着があったかな。あとこういうクリスマス用の袋もソストレーネグレーネで売ってたんで買ったんですけど、折りたたんでこれに入れようかな、入るかな。このね、説明書みたいな紙もあった方が分かりやすいし可愛いかなと思ったんだけど、これ入れると、あ、ちょうどあ、ちょうどでした。このために買ってきたような感じもするね。んで、サドルはちょっと大きいから三つ折りぐらいにしようかな。パンパン、こんな感じ。よいしょ。クリスマスのシールみたいなのは買うの忘れたから、普通のセロハンテープでやらしてもらってます。はい、ドシンプル。まあでも中身が見えなきゃええでしょということで完成。サドルカバー、ほんで本命のセーターですね。あと30分で帰ってくるぜ。まず本当のセーター入ってるって思わせないとね、あれなので、まあ、ど真ん中にマイクロセーターを置いて、なんか畳んでいったら意外とセーター入ってるようには見えないぐらいのボリュームになってしまった。バレバレかしら。もうちょっとなんかかさ増しした方がいい気がする。そんなあるかな。普通のタオル入れてみようかなっていう作戦。なんか高級感、高級感があるんじゃない？なんか縁取りになって。ちょっとペラペラ思ってたようになっちゃったけど、まあいいでしょこれで。で最後にクリスマス柄の包装紙でラッピングをしていきます。このぐらいで大丈夫かしら。そしてこれが手作りセーターかっこミニサイズでございます。できた。これ持っていくのが大変やね、こんな長くしちゃったけど。もうちょっと短くしないと大変じゃない？またやり直すの。You didn't say you were
heading home じゃん。ちょっと待って、I'm wrapping だから。You can drink a coffee よ。うん。Maybe I'm gonna finish 5 minutes やから。And I'm filming やから。はい。Not yet ね。包装し直してこのぐらいのちっちゃいサイズにしました。マーカス帰ってきた。アップ、ここに入る前にせき止めることができましたのでプレゼントは見られておりません。ノーノー。ということでこの袋に全部しまい込んで、はあ、世話しないぜ。ということでマーカス帰ってきたので終わります。本日も最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。 See you.